皆さんこんにちは、奈良岡二子です。最近いろんなところで新商品だったりとかのサンプリングをやってるなっていう印象があるんですけど、それでちょっと最近目を引くものをサンプリングしてて、こちら集中っていうね、新宿のアルタ前でサンプリングをしていたんですけど、一瞬これもらうかどうか悩みましたね。これ何みたいな。でよくよく見たらですね、リゲインって書いてあって、エナジードリンクって書いてあるんですよ。で調べてみたらですね、これまだ発売される前のものでした。8月4日ですね、明日ですか、明日にも発売されるエナジードリンクみたいなんですけど、まあこんな感じでインパクト大で書いてある通り、集中力をこうグッと上げるような成分といいますか、そういうコンセプトで作られてるみたいで、これね見てほしいんですけど、奥の方を耳通りするとき、集中しろ集中と上司に集中を乱されるとき、新しい細胞を見つけたいとき、勉強中辞書のいやらしい単語ばかりを見てしまうとき、あと1回パスワードを間違ったらデータが全消去されてしまう時に飲んでほしいっていうことなんですかね。パッケージのこう裏に書いてあるんですよ。普段私もレッドブルとかなんかそういうモンスターとかそういう類のこうエナジードリンクと呼ばれてるものをよく飲むんですけど、まあ私個人的には味がちょっと好きなんですよ。ちょっと体に悪そうな味のものが好きで、プラスあと、まあ、今日ちょっと眠いなとか、あちょっとこれ気合い入れなきゃなって時にそういうものを飲むと、やっぱり頑張るぞっていう気持ちになるじゃないですか。正直ね、もちろん成分的にもすごくみなぎるような成分入ってると思うんですけど、それよりも気休めな部分がね正直あると思うんですよ。わあもうレッドブルー飲んだから頑張んなきゃみたいな、その感覚にまあなりやすいですよね、集中って言われてるんで。なのでその点ではすごくなんか見た目からしてもなんか気持ちからしてもすごくなんか画期的と言いますか、なんかちょっと一瞬何も知らないで飲むって考えてちょっと怖いんですけど、まあ私はちょっといろいろ調べて飲んでみたいなと思いました。ではちょっと飲んでみたいと思います。シュッていきそう。匂いは完全にモンスターですね。うん、体に悪そうないい匂いがします。じゃあちょっと飲んでみます。いただきます。うん、美味しいです。はい、あーなるほど、はい、本当の普通のエナジードリンクとあまり変わらないんですけど、リゲインって書いてある通りリゲインの味がちょっとしますね。ちょっとなんでしょう、栄養ドリンク的なリポビタンD的な味もちょっとします、後味なのでね。なんか本当レッドブルとリポディを足して2で割った感じっていうんでしょうかね、味は。あこれはね結構気持ち入るかなっていう味します。美味しいです。しかもねこれサイズ感、これはですね何ミリ、 190ml の缶なんですけど、販売されるのもこのサイズみたいなので、やっぱりねなんかこの量がまたちょうどいいかなと思います。変に多すぎなくて一気にガガガッと駆け込める、ん？駆け込める？なんか本当頑張るぞって時に一気に飲んだらなんかやっぱ気持ちスイッチが入るかなと思いますね。レッドブルとかねそういうの飲み飽きた方、ぜひニューフェイスとしてこの集中ね、エナジードリンク集中リゲイン、ぜひぜひ飲んでみてください。もう明日から全国で発売されるみたいなので、お店に並んでたらねすぐ分かると思うので、よかったら飲んでみてください。ということで最後まで見てくださってありがとうございます。よかったらチャンネル登録も
よろしくお願いします。ということで、奈良岡ニコでした。バイバーイ。